皆さんこんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。今日はですね、新しいですね、スクープみたいな内容なんですけど、実は LINE からですね、新しいサービスとしまして、オープンチャットという機能がリリースされました。で、これに関してはですね、ちょっとですね、いろいろと制限がありまして、発表がなかなかできなかったんですけど、ずいぶん前に発表がありまして、そしてオープンチャットに関して、できる人っていうのを、LINE が募集しましてですね、その募集条件に受かったのが、僕なんですけど、で、それから作り始めてですね、実際に皆さんに公開できるっていうのもちゃんとこう日程が決まっていてですね、で、やっと今日になったわけなんですが、早速ですが、このオープンチャットっていうものは何者かということで、ちょっとやっていきたいと思います。ではまずこちらからご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい。今日は最初からこの画面が出てたんですね。まあいいや。本当はこれなんですけど。はい。iPhone の画面出してきましたが、では見ていきましょう。こちらです。はい。ちょっと読みますね。LINE アプリを最新バージョンにアップデートしてくださいっていうふうに出てるので、ちょっと LINE がね、最新バージョンになってるか今確認してますね。はい。僕のアプリで、LINE を検索して、これ最新バージョンだとね、ダメですからね。ちょっと検索しますね。はい。ちょっとこちらご覧ください。はい。LINE が、開くってなってね、アップデート出てませんから、最新バージョンになってますね。これ OK ですね。はい。では、戻りましてですね。次、オープンチャットスタートページを開き、オープンチャットを始めるボタンを押すということで、リンクが出ていますので、ここを押してみたいと思います。はい。ポチッと。これ一応サファリで開いた方が多分いいと思いますので、サファリで開いています。はい。オープンチャットへようこそ。サービスを利用するにはログインしてくださいと出ましたので、ログインをしてますね。はい、LINE を開きますかということで、LINE が開きまして、認証ページ、これ多分1回しか出ないんだろうな。LINE サービス、コンフィグレーションということで、あなたのこの情報にアクセスしますって出てきますが、はい、これはいいでしょうということで、同意するのを進んでますね。はい、そうしましたら、オープンチャットを利用するには、画面下のオープンチャットを始めるをタップします。LINE アプリを再起動します。以下のいずれかの方法でオープンチャットにアクセスできます。ホームタブ、ちょっとこうスクショ取っておきましょうか。はい、やりますということで、オープンチャットを始めるを押していきたいと思います。はい、まずはですね、利用できますって出ましたので、LINE アプリを再起動しますって出ましたね。はい、ではですね、再起動していきたいと思うんですが、はい、はい、LINE アプリを再起動しますということで、はい、こちらをですね、ちょっと今大丈夫なのかな。はい、LINE アプリの方を再起動していきたいと思うんですけど、よいしょ。はい。では、こちらの方ですね。起動していきましたら、友達のとこね。友達のとこに出ると言ったんですけど、あ、出ましたね。ここのとこに、オープンチャットというものが追加になっていますので、これを押していきましょうということですね。いろんな人とおしゃべりしてみようと。はい。進んでみたいと思います。はい。そうしましたら、トークルームを作ってみようというのが出ますので、あ、すでにこう作ってる人いるのかな？あ、サンプルか。サンプルです。まだね、公開できないんでね。で、ここで作っていきましょう。これ右下のプラスみたいなのを押せばいいのかな？はい。オープンチャットのポリシーに同意というか、ここのね、ここの画面ちょっと取っておきましょうか。スクショね。ここと、ここも取っておきましょうかね。はい。では、ここも取っておきますけど、オープンチャットを始めようで、作っていきますね。で、ここに書いてますので、ここは同意するに進みますね。はい、オープンチャットの、メイン画像は、トークルームの背景にも
適用されますということで、オープンチャット名を入力っていうのは、これ後で変えれるのかな？この辺もちょっとわからないんだけど、新潟県の観光、新潟県をにしましょうか。を観光で盛り上げる。これ条件がありまして、実はもう事前にこういうもので作るよっていうふうに申請した時がこういうものだったので、今この名前にしてるんです。盛り上げる、人。どうしようかな。盛り上げ、集まれ。にしましょう。新潟県観光で盛り上げたい方、新潟県を盛り上げようにしようかな。盛り上げよう。あんまり長いとあれなんで、こんな感じしましょうかね。はい。では、これでオープンチャットのメイン画像はトークルームと埋められていますので、ここに、文章ですね。新潟県が、大好きで、観光を、盛り上げたい、方なら誰でも参加できます。参加できます。飲食と観光関係の、関係の方や、宿泊、宿泊、そして、飲食店など、飲食などの方も参加ください。参加くださいね。一般の方の方も、どしどし、お待ちしてます。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい。カテゴリー指定なし。カテゴリーに表示されます。これ、後からも指定されるのかな？はい、いろいろありますけど、これはどうなんでしょうかね。ああ、なるほどね。地域になるのかな。学校、動作、働き方、仕事、団体、地域、ゲーム、そうですね。イメージ、グルメ、旅行か。旅行がいいかもしれないですね。カテゴリー的に。はい、旅行にしました。検索を許可。同のユーザーがメイン画面からオープンチャットを検索できますと。はい。新潟って言葉と観光って言葉はやっぱりね、観光、店、グルメ。これを入れたかったんですよ。で、盛り上げよう。飲食店の方。新潟が大好きで、くださいと。グルメ好きの方も大歓迎。はい、こんな感じでいいでしょうかね。はい、では、こんな感じで入れまして、後でこう写真は入れるとしましてですね、これで次へに進んでみたいと思います。はい。ニックネームを入力。これ面白くて、自分の名前ではなくて、ここの中のですね、名前ができるので、新潟県観光盛り上げ。あ、これね、新潟グルメ王国。国王にしましょう。
これ何のことかっていうと、インスタグラムの方で、新潟のグルメ王国ってですね、ものを僕、新潟グルメ王国って作ってるので、それと同じ名前にしてみました。の国王ってしてみました。で、写真ね、これ後でまた写真入れていきたいと思いますけど、まあ、写真撮っておきましょうか。カメラで撮影。はい。こんな感じで、よいしょ。なんかいい写真でいいな。はい。こんな感じにしましょうか。はい。これを選んでおきますが、はい。これで完了と。はい。これでできましたね。で、今回これは、一般募集はですね、今日の1時から、8月、今日は何日だ？ 8 月8日の、午後1時から確か募集開始だと思いますので、その時に合わせてブログなどでも、公開したいと思いますので、ぜひですね、新潟県の観光グルメを盛り上げたいという方は、参加くださればと、思っております。はい、ということで、ここで作っておきました。検索で新潟県観光とか新潟グルメとかで多分出るようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ここに参加していただければと思います。はい、ちょっとね、あまり長いとですね、ここのとこが、うまく出ないのかな。はい、ここにリンクを盛り上げようとかありますね。ファイルとか見られるようですね。リンクって何だろうね。リンクはありませんと。あ、リンク付きの投稿があると全部こうやって見れるのかな。で、ここの中にある招待って書いてるのを押すと、多分招待が出せるんですね。こんな感じでね。で、これが今日の2時以降に招待してくださいっていうことだそうなので、これちょっと写真撮っておきますし、リンクをコピーしましょうか。リンクをコピーしたらどんなものがコピーされるんだ？はい、ここにちょっと貼ってみますが、なるほど、なるほど。こういうリンクになるんですね。これをクリックすると入れるっぽいですね。はい、ということでですね、今日はこのオープンチャットっていうのを紹介したんだけど、これもまあ、簡単に言えば、グループの、公開版だと思ってください。世界公開版だと思ってほしいんですけど、なので、グループは、中からこう招待しないと入れないですけど、これの場合はオープンなので、外からでもですね、検索して見つけて、リクエストを出せるようになっているというものです。で、今までのグループっていうのは、自分の、個人のアカウントと紐づいているので、ちゃんと身元が分かってしまうんだけど、これの場合はですね、そうではなくて、自分の名前を別にこう架空で作ってですね、参加できるので、そういう意味では参加しやすいんじゃないかなって思うんですよね。だから複数のこう、なんていうかな、名前で、それぞれのアカウントごとに名前を変えて参加することもできたりするというものですね。で、とりあえず今回始めてみて、で、落ち着いたら多分皆さんオープンチャットもしかしたら作れるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、作ってみるといいかなと思います。まあ、LINE がですね、これで新しい可能性ですよね。ただこれ、いろいろ大変な問題もあって、例えば、炎上したらどうするんだとかね、いう問題もあったり、出会い系になったりとかしたらどうするんだとか、いろんな問題ありますけど、でもまあ、新しいね、スタートとして、かなり今後の可能性があるもんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、新潟県観光、グルメ、そういうものに興味ある方はですね、参加くだされば嬉しいなと思っております。はい、ということで、今日はですね、新潟県の、じゃないや、LINE のオープンチャットという機能を、紹介いたしました。まあ、これによってですね、また LINE をする時間が増える、チャットに対して通知をする時間が増えるということは、LINE にとってはですね、自分に、アクセスしている時間が増えてくるので、かなり、大きいインパクトがあると思いますし、このオープンチャットを使って、今後は何かビジネスをね、そこの中で広告を使うとかですね、何か出てくるかもしれませんね。非常に注目の機能かなと思いますので、期待しておきましょう。興味ある方はぜひ、僕のグループに、リクエストくださればと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。